プロセスアプローチは活動の集まりをプロセスからなるシステムとして取り扱うことである。作業の最小単位は活動と呼ばれる。例えば工場や会社では多種多様な活動が発生していると言える。これらは単なる活動の集まりではあるが、その集まりの中には相互作用する一連の活動群をいくつも乱すことができる。この入力と出力を持つ一連の秩序だった活動を プロセスという。活動の集まりをプロセスの集まりとして捉えることで、プロセス間にある相互作用が見出され、単なる活動の集まりは相互作用するプロセスからなる一つのシステムとして理解できる。この理解を用いるアプローチがプロセスアプローチである。活動とプロセスアプローチ品質マネジメントシステムでは、しばしばプロセスアプローチが用いられる。組織を プロセスからなるシステムと捉えることで、注目すべきプロセスが明らかになり、設計、運用、改善など優れたマネジメントが可能になる。ISO9001 は2000年変更版から、顧客重視の組織活動との方向性が強く打ち出されたため、プロセスも企業の既存の部門体制に関わらず、目的達成のために柔軟に再構成されることが、 最終的な目標と考えられている。例えば、顧客満足度向上のため、あるメーカーが、納期遵守との品質目標を掲げたとする。納期遵守のためには、製造部門だけが頑張ればいいというものではなく、製造に必要な源の材料、部品を、購買部門が予定通り入手してくれることが必要となる。そういった場合、製造と購買を一つのプロセスとみなし、 一元管理していることが必要となる。部門に部門長がいるように、プロセスにはプロセス管理責任者を置き、プロカを回していく。こういった管理手法がプロセスアプローチの具体例の一つ。プロセスアプローチが実現されていれば、例えば内部監査も一度に複数の部門を監査するという、いわゆるプロセス監査が実現されているはずだが、 検討の結果、一つの部門が一つのプロセスと見なせることもあるので、各部門にプロセスとの名前を付けることで、プロセス管理のための組織の再構築を行わない、実質的な ISO9000 の枯れを行う企業があり、問題となっている。ありがとうございます。